2023明治安田生命 J1 リーグ第1節サンフレッチェ広島対北海道コンサドーレ札幌です。昨シーズンはルヴァンカップ優勝。さあ右からのセットプレー、コーナーキックは右足満田、アウトスイングのボールが入っていいボール、荒木のヘディング、ナイスキーパー菅野、ドンピシャでした。ただナイスキーパー、荒木選手の高さを生かしたような、まあ、少しねふわりとしたボールを、まあ、中央にね見せた。もう一度札幌ボールできますからですね、はい、さあセンターを割った広島、うん、塩谷から川村だ、ナイスタッチ、川村のシュート、決定機一つ作りましたサンフレッチェ広島。良かったですし、まあ、ボールの、ね、受け方も川村選手良かったので。さて満田誠のコーナーキック、荒木のヘディング来た、キャッチ菅野、ボールもね非常にいいボール入りましたし、荒木、はい、選手の、ヘディングがね強い。中野、ここ一つ出口になるんでやっぱり強みですね、はい、そうですね、はい、野津田で取ってスルーパスで川村の左足、うん、アカデミーレフティーコンビでセンターを割りました広島、最後はキーパー菅野、まあ、このクリアボールねしっかり拾って、まあ、ボールを奪ってそのままね野津田選手からのスルーパスに、野津田のボール入ってきた、東ワンタッチでさばく、ワンタッチで前を向った、ここ野津田のボール、うん、面白いダイビングゲット、ナイスキーパー、ここも菅野、また菅野、まあ、コーナーキックのコールをねしっかりと拾って、もう一度ね野津選手に、まあ、戻ってきたボールを野津選手のいいクロスから後ろからね、ヘディングも得意なピエロス中に待っています。今日は2本チャンスを作った荒木も待つ、低いボールコース変わった、ここも菅野、また菅野、もう一回見ましょう、まあ、ファーサイドで河村選手が飛び込んできましたから、うん、河村につながる、河村行く、おお中村、ナイスカバー中村、よく出てきましたね今、はい、ここで試合終了の笛です。